その馬乗りにされた日も同じ船で、先ほどお話になっていた北上田さんが指を怪我された時も実は同じ船だったんですね。なんかすごくこう縁があるというか、いろんな災難に苛まれるかわいそうなラブ子ちゃんというふうなね、私はとってもそんなイメージのある船なんですけれども、で私が馬乗りされた時は北上田船長だったんですけども、やっぱり3人乗っていて、で定員6人のところに4人の海上保安庁が乗り込んできて、だから幸い私たちの日は潜伏しなかった。でも毎回本当に潜伏する可能性がね、非常にあった船です。で、おとついの出来事は、まあみんなでですね、なんとかその抗議できるように台船とかまで近づこうということで頑張ったんですけど、まあ、頑張り抜いた船がラブ子だったということで、本当にまっすぐ台船まで近づいていって、そしたら両方からゴムボートに挟まれて、で止められて、もうエンジンも止まっているところにたくさん乗り込んできて、さらに海に飛び込んでいた海上保安官がこう無理やりこうガッと登ろうとした瞬間にガバッと倒れたと、転覆したというふうな経過です。で、すでに海上保安官が乗り込んでいましたので、乗っていた4人の人たちはもうすでに取り押さえられた状態です。で特に救急車で運ばれた男性は、まあ、若い方だったからよかったよ、よかったっていうことはどんな人にとってもいいわけではあ、いい出来事ではありませんが、本当に何て言ったらいいでしょう、海上保安官にもなんかこうやって抑えられてた状態だったので、船から船が転覆した瞬間に逃げ遅れたんですね。だから一回船の下敷きになるというか格好になりまして、なかなかこう上に出られないというか、それでたくさんその瞬間に水も飲んでいて、まあ、ようやくこう浮かび上がってきたら、息もできない彼をこう海上保安官が2人ですね、横から2人やってきて、こう彼を何度も海に沈めたということなんです。で本当にその息ができない状態で、そばで見ていたっていうか、そばにいた一緒に乗っていた同じ船に乗っていた男性が、やりすぎじゃないかと言って叫んだら、一人の保安官が離れたけどもう一人はずっといて、でそのもう意識が朦朧となりながら、その彼はこちらの海上保安官のライフジャケットをこう握っているのが精一杯で、で、まあ、ようやくもう全然動く力もなくて、コンコートに引き上げられて、で、なんて言ったらいいんでしょうね、もう本当にこう、なんていうか、呼びかけられても、こう反応する力もないというか、ただまあ意識はあったので、声ははっきり聞こえてましたということだったです。ただもう本当にたくさんの水を飲んで、まあ、それが苦しくて、本当に息ができないという状態になって、まあ、搬送されて、まあでも、まあそれ以上の、ね、ことにならなかったのは、本当に不幸中の幸いだと思います。でこうした出来事というか、カヌーに乗っているメンバーもそんな風にですね、こう頭を沈められたりとか苦しい思いをしているのは彼だけではないんです。何人もそういう思いをしています。で本当にそのカヌーに急に飛び乗ってひっくり返したりとか、でその上で後ろからですね、頭を海に沈めるというようなことを海上保安官たちは繰り返しやっています。で本当に痛い目に合わせて、怖いなんていうか恐怖心を煽って、もう海に二度と出れないぐらいね、怯えさせてやると言いますか、まあ、多分そんなような、ことを考えているのだと思います。で、今年に入ってから海上作業が再開されてから、まあ、去年からもですね、怪我人が出るような事件はたくさんあったんですけれども、もう本当にひどくなる一方だというふうに、感じています。で船もいっぱいね、たくさん抗議船もあるはずなんですが、海に出せる状態にある船がほとんどない、いっぱいぶつけられて、ひびが入ってですね、こう水が入って沈むんじゃないかとか、こういろんなこう傷を抱えた船がたくさんあって、本当にぶつけられて傷だらけの状態、今ちょっとお休みさせるしかないで直すしかない状態の、もちろん転覆したラブ子もエンジンが水に浸かってしまいましたので、使えないという状態です。だから使えないようにするためにね、わざわざそんなことをしているのかとか、いろんなことも想像してしまいますけども、そんなことが繰り返し、行われています。でそんなこと、まあひどいことなんですけども、カヌー隊の人からですね、カヌーのメンバーから伝えてほしいと言われたのは、あれはね、成功した抗議行動だったということなんです。でなぜかというと、あの日はたくさんの海上行動に参加された船と、普段の抗議船員のたくさんのサバニとかですね、他の漁船の方もいらっしゃったり、でたくさんの船がいた、でたくさんの人がいて、でカヌーもたくさん出ていたんです。
でその人たちがあのそれぞれの、 あの力でですね、あの抗議するべき、スパット財政に、ね、向かっていこうという努力をした中で、あのたどり着けた、どこまでたどり着けたということが、あの本当に、ね、大きな出来事ではあるんです。あの久々にというか、そこまで行ったという、まあ、ゆえにこういう事故はね、彼らは起こしたわけですけど、はい、あ、すみません、まあ、そんな、ことでした。あ、まあ、それ伝えといてほしいと言われたのでね、伝えします。で、まあ、駆け抜いた、あの、まあ、海上保安官たち、まだまだ、昨日も今日もですね、大浦湾は俺たちのものだと、大浦湾というかですね、もう、まあ、制限水域だというようなことも言っています。まあ、それに戦って今日もみんな頑張って海に出ています。で、まあ、もしよかったら、あのここにあの私たちが作っています、特攻兵のこの戦いの DVD、これ1、3月の分なんですけども、海上保安庁のそれらの、ね、あの方がやってきたこと、あの全部ここに入っています。私の生まれの時のやつも入っています。で、まあ、ぜひあのこれをですね、たくさんの人に見ていただいて、あの今どんなことが起きているのかですね、たくさんの人に知らせていただける、力にしていただけたらと思っています。1万円で販売しています。そこにもありますので、ぜひよかったらお買い求めください。どうもご苦労様です。はい、ありがとうございました。実は大山市島ぐるみ会場の皆さんがもう時間ということですね、ですので、はい、それでお送りしたいと思います。